阿武熊道内阿武熊道は福島県田村市にある小乳道である。阿武熊道は1969年9月、現在の富山採石場跡地から発見された。この地帯は阿武熊高地と呼ばれる高原地帯であり、中央に位置する大滝根山の西側斜面には仙台平と呼ばれるカルスト台地が広がっている。したがって古くから石灰岩や 大遺跡の採掘が盛んな土地であった、阿武熊堂が発見されたのも石灰岩採掘中のことである。富山採石場は、阿武熊堂発見の年に創業を停止したが、その切り葉である石灰岩路頭は、現在の駐車場横などに残っている。当初発見された、阿武熊堂の入り口は、現在の観光堂の出口付近に位置する。洞窟自体も深さ12メートルの縦穴と、 北へ60メートル、南西方向へ15メートルの横穴からなる小規模なものであった。翌1970年3月に日本大学の探検隊が道内を探索し、それまで終点とされていた北端部の風穴の先に阿武熊道主導部を見出した。発見から4年後の1973年には見学用に道内が整備され、一般に公開されるようになった。 結晶室石灰岩の路頭前述の大滝根、山西川斜面から田村市大越地区にかけ、南北およそ4キロメートル、東西0.5から1キロメートルに滝根層と呼ばれる石灰岩層が走っている。この石灰岩は約3億年前の石炭機からペルムきに有効虫などの生物の遺骸が海底に堆積して形成されたものである。アブクマドウを廃退する。 石灰岩が結晶室の石灰岩へ変成したのはおよそ8000000前白紀後期であると推定されている。この頃、なお地下深部にあった滝根層の石灰岩が周囲に貫入した加工岩や加工戦力岩から接触編成を受け一部が結晶室石灰岩へと変化した広域的な流域によって石灰岩層が地表に現れ 地下水による侵食が始まって洞窟が形成されたのは、それからさらに、あと、おそらく第3期末から第4期にかけてのことと推定される。詳細については分かっていない。阿武熊道内の小入石阿武熊道の一般見学ルートの長さは600メートルほどである。入り口から150メートルほどの地点に有料の探検コースへの分岐があり、このルートを含めると720メートルになる。 一般には公開されていない経路を含めた道内の総延長は約3300メートルで今後の探索によってはさらに伸びる可能性がある道内には様々な形状の鍾乳石が発達している石銃や石柱をはじめ洞結シールドや地下水の侵食痕も見られる道内の平均気温は摂氏14度前後で1年を通して大きくは変動しないが 詳細に見ると観光開発後の1975、1977年に上層部では下記に15摂氏17度、陶器に摂氏15度、下層部では下記に摂氏14度、陶器に0摂氏10度である。外気に近い入り口付近では陶器に、つららが見られるが、内部の水路や壁面は氷結しない。本堂最奥部から湧き出す地下水流は2001年に行われた調査によって、 大滝根山麓から浸透した地下水に由来することが明らかになり、水温摂取9.3度、pH8.1 の弱塩基性であった。阿武熊道の中でも特に特徴的なエリアや小入石には様々な名前が付けられている。道内に名称の表示があるものを列挙する。なおこれらの他に道内の設備として、概要案内板、旧入り口、探検コースへの分岐、 非常連絡路などがある。また、道内の安定した環境を利用したワインセラーも設置されている。アブクマ道には多くのホラーな生物が見られる。コウモリやトビムシの仲間をはじめ、水路にはサンショウウオも生息している。コウモリは数種類が生息しており、環境省レトリストで絶滅危惧痛類に評価されているテングコウモリも確認されている。道内は 小乳石の干渉用と安全の確保のためにライトアップされており、照明植生として壁面に仙体類や草類が付着し生育している。これらはホラの解放後に外界から持ち込まれたもので、凍結生物には含めない。阿武熊高原仙台平台にはピナクルと呼ばれる石灰岩の露岩が随所に見られ、カルスト地形特有の風景を形成している。付近には 阿武隈道の他にも鬼穴と呼ばれるドリーネや樹水小乳道などの窪地、洞窟が存在する。大きなドリーネではその内部に水柄やイタヤカエデといった木元が生育し、臨床には仙体類が広がる。イタヤカエデは秋には紅葉し、春の桜と共に仙台平の風物詩となっている。阿武隈高原全体の植生としては赤松が優先するが、仙台平には、 ケヤキのような落葉鉱木も見られる。動物はイノシシ、タヌキ、キツネといった中型小型の哺乳類が生息している。長径140メートル、短径120メートル、深さ85メートルの巨大なドリーネ。石灰岩層とページ岩層との境界面に発達したドリーネで、石灰岩側は断崖、血岩側は侵食されて斜面となっている。地下はアブクマドと連結しており、 鬼穴から流入した雨水は、阿武熊道経由で流出する。2004年以降、阿武熊道内に生息する日本天狗コウモリ保護のため、鬼穴からこれに通じる穴には、扉が設置されている。なお、鬼穴の長さ70メートルの横穴には、コキクガシラコウモリが生息している。鬼穴にはこれにまつわる伝説がある。西暦800年頃この地方は、大多鬼丸ナルゴ族が治めていたが、 朝廷と対立するに至り、朝廷軍として、当時の正衣大将軍であった、坂の上の田村麻呂が派遣されてきた。大田鬼丸は大滝根山に、八金城を構えて田村麻呂と対峙したものの、次第に追い込まれて最後はこの鬼穴で自害したと言われている。大田鬼丸は、仙台平の高台に葬られたが、今でも鬼穴最大のホール、大田鬼丸ホールや、同じく、鬼穴内の、 大ニマ丸の腰掛け石などにその名を残している。大ニマ丸ホールは、長さ100メートル、天井口は60メートル以上あり、壁面には45メートルにも及ぶ日本最大の高低差を持つフローストーンが見られる。阿武熊堂の北方約4キロメートルに位置する小乳堂。1934年12月に国天然記念物に指定されており、阿武熊堂とは別事務所の管轄である。 地質的位置づけは、阿武熊道と同じである。総延長は、約900メートルで、名前の通り道内は、水路が多い。仙台平の猫尺シ,シドリーネなどに降った雨水は、この樹水小乳道へと流入している。見学ルートは A、B、C の3種類あり、水への備えなしで見学できるのは、A ルートのみである。ただし A コースでも時期によって水深に、大きな差があり。 膝上まで水に浸かることもある。また大雨の後は入道できなくなる。道内には、コウモリのほか、サンショウウオやヤスデなどのホラーな生物が生息している。受水小入道の流水の水温は2001年の調査時に、アブクマ道よりも摂氏1.8度ほど低く、見学ルートでも一部で水深が数十センチメートルあるために、B、C ルートはそれなりの装備が必要となる。 シールートは原則として案内人付きでなければ立ち入れない。仙台平は国民休養地及び県立自然公園の指定を受けており、レジャーや休養の場として利用されている。また、都市部から離れており、公害の影響が少ないことから、天体観測が盛んな場所でもある。阿武熊道の近くには、合計65センチメートルの反射望遠鏡を、 備えた星の村天問題やプラネタリウム館などが併設されている施設情報交通情報ありがとうございます。